信用のね網をちょっと点検してるんですけどね、こうやってやぶけがあるとね、ここからもろもろってね逃げられるので、こういうのをね今チェックしてます。大きな声だったらねその程度のやぶけでも逃げられなかったりとかするんですけど、信用の場合はね小さいので、とりあえずね一通りね点検してから使った方がね無難ですよね。また破けがないかね入念にチェックしていきます。生まれて初めてのね網引きですのでね、鯉たちにとってはね、何が何だか分かんないですよね、逆に人間をね恐れてないので、魚たちがね寄ってくるんですよね。寄ってきますね魚たち、懐っこいですね。網も見たことないですしね、人間も恐れてないんでね、どんどん寄ってくるんですよね魚。いやー夏がね本格的に始まりそうですね。セミの音もねじーっと鳴いてて、暑い夏がね始まってね、選別の時期がやってきましたね。あ、フェーダーが少し穴開いてるな、濡れてる、水が入ってきてるな。土壌の赤ちゃんがいましたね。こんなちっちゃいのがね、まあ鯉もねいっぱい生まれてるんですけど、土壌も卵を産んでねどんどん増えていきますね。田んぼが近いのでね、雨の日とかね下から登ってきたりとかねするんですね。おたまじゃくしもねいっぱいかかってます。小さくてね見えるかな。はい、元気よくね泳いでますね。隣の網にねずらしていきます。上のね綺麗なとこだけ、下にはねオタマジャクシが入るので、あまり下の方はね救わないようにしてね。これがね最初3色の稚魚ですね。少し紅白もね混ざってます。隣のね網にね入れます。これから1日ぐらいでね、このぐらいの量でしたら選別終わると思います。1日でねできるだけ終わしたいですね。池の沼あるので、どんどんとね選別していきたいんですけど、なかなかね時間がなくて選別にね手が回らない状態ですね。模様のいいのいるかな。なあ、いますね。結構模様のいいのがね良さそうなのがいますね。うわ、オタマジャクシがすごい。もう少しでねカエルになりそうなねオタマジャクシがねいっぱいいますね。ちょっとオタマジャクシもね今分別してる暇ないのでね、一気にね入れたいと思います。こう引っ張って、
ちょうど1ヶ月なんですけどね、まあ大きくはなってない方の池ですね。数が少しいっぱいいたのでね、だいぶ死んじゃったのと、まあ その中でね体格差が出てるので、ちょっと数をね入れすぎた池になりますね。そんなに入れてないね、少なく入れたところは餌食いもよくね、平均的に大きくなってるんですけども、やっぱりね生まれて本当にねこんな小さいものもいますので、こんなね餌食いの小さいものもいますのでね、少しね放流しすぎたのがね失敗でしたね。欲をかいちゃうと失敗するんですよね。これかなりの量がいます。オタマジャクシは餌泥棒なんでね、オタマジャクシとかあとドジョウとかもいますし、餌泥棒なんでこのオタマジャクシをね取るだけでも成長がね全然違うくなってきますんでね、一回網を引いてオタマジャクシね、処分するとめきめきね大きくなってきますね。こういえばトノサマガエルがね張り付いてます。大量のオタマジャクシですね。もう足が生えてね歩き回ってるオタマジャクシもいますね。もうオタマだらけ、オタマだらけだ。ドジョウもいっぱいいるな。すごい量のオタマジャクシ。ほらメスの極太ですね。うなぎ極太、卵持ってそうなねメスの、丸々太ってますね。餌を食べて多分これからね卵を産んだりとかするんでしょうね。はい、これをね選別します。オタマジャクシはいっぱいいるんですけどね、餌泥棒なんでねこれも抜きたいと思いますね。よいしょ、今日曇りでね、まあ、じりじりね暑くはないんですけど、やっぱり雨とかね降ってるんで蒸し暑いですよね。まあ、そんな時にね選別するのが、まあ、錦鯉のね梅雨の時期にね選別するのが毎年ね恒例になってきてますね。じゃあね選別かけていきますね。これ対象3色なんでね、とりあえず模様のあるものを取ってって、後からね模様ついてきそうだなって思うものもね、取っていきます。サイズがね大小あるんですけど、やっぱりあの平均的に大きくするっていうのがねなかなか難しいですね。でオタマジャクシとかも結構入ってるので、このオタマジャクシをね、抜かないと餌取りに負けてしまうので、オタマジャクシをね抜いていく作業も必要になってきます。結構ここの池はねオタマジャクシいっぱいいるんですよね。
はい、こっちがね選別池にね戻したやつですね、合格したやつですね。2回くらいね選別を繰り返してまだまだね落としていくんですけども、まあとりあえずはね第一選別のね合格品が、もう一回ね沼にこうやって戻されていきます。はい、こっちがね選別から弾いたものですね。まあ中にはねこの中からもねいいものがね出てくる場合もあるんですけど、見落としとかもねありますしね。前はねヤフーオークションとかでね販売もしてたんですけども、環境にね適応するのがね難しいのでね、まあ熱帯魚のね餌とかそういうのではいいんでしょうけど、これをね大きくするっていうのがねなかなか難しいですよね。選別落ちでね販売したこともありますけど、弱くてね物にならないっていうのが多いのでね、ヤフオクの方で今はね販売するっていうことはね、してないですね。